ヤンク・クレマンスは、ベルギー出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは MF。ベルギー代表最多となる96試合出場記録を持つ1980年代のベルギーを代表する選手である。ディーティス監督のもとで、中心選手として1980年の UEFA 欧州選手権1980、準優勝。 1982年の FIFA フフワールドカップ、スペイン大会では前回優勝国のアルゼンチンを下し2次リーグ進出。1986年の FIFA フフワールドカップ、メキシコ大会では、同国最高成績のベスト4進出と、これらの成功にいずれも携わった。また、メキシコ大会では、準々決勝のスペイン戦で、ダイビングヘッドを決めるなど、3得点を記録した。 1990年の FIFA フフワールドカップイタリア大会にも出場し、3大会連続出場を果たしたが、決勝トーナメント1回戦で、イングランドに延長戦の末ゼロの1で敗退。この後、代表から引退をした。クラブでは、選手生活の大半をクラブブルッヘで過ごし、13年間在籍した。国際舞台での活躍により、 イタリアの AC ミランから高額のオファーを掲示されたが、これを誇示し、ベルギー国民から指示をされることになった。また2004年3月に、ペレが選ぶ偉大な選手125人の一人に選出された。膝の負傷の影響のため、1992年に現役引退した後に、KSC、エントラハト・アールストの監督に就任。クラブの UEFA カップ予選出場と、 ジュピラーリーグ昇格に導くと、1998年に KVC ウェステルローの監督に就任、6年間式を取り、2001年にはベルギーカップを獲得、UEFA カップ出場に導いた。2005年には選手時代を過ごしたクラブブルッヘの監督に就任した。しかし、成績不振のために2006年4月に解任。翌2007年からは、 KVC ウェステルローの監督に復帰している。ありがとうございます。